今回の一人でマーコさんは、今や全国的有名店となった餃子屋さん、ミスター餃子、通称ミス魚さんに行ってみようと思います。待ってる方がいましたが、運よく5分ほどで入店することができました。お盆前ではありますが、平日の15時30分でも店内は満席で、お店の方も忙しそうにテキパキと動いていらっしゃいます。メニューは餃子6個306円、名物きゅうりの丸漬け204円、鶏の唐揚げ612円、醤油ラーメン612円などがあります。お持ち帰りもどんどん買いに来はるので、餃子焼き器もフル回転です。鶏の唐揚げが来ました。一人で多い時はハーフにもできます。こちら名物きゅうりの丸漬け、ツヤツヤして美味しそうです。餃子も焼き上がりました。ミス魚さんの餃子は皮はもち、焼き目がパリ、中身の種はお肉と野菜の甘みがぎゅっと詰まった飽きのこない美味しさです。なので醤油だれ、味噌だれ、醤油味噌だれと交互につけていると永遠に食べ続けられる、そんな餃子なのです。京都に味噌だれがあるのは珍しいです。では早速食べてみましょう。大きさは某王将さんと同じぐらいの大きさです。噛んでみると中から野菜とお肉の甘みがじゅわっと口の中に広がります。先ほどから横をちょろちょろ見ているのは雨が降りそうだなと思って見ています。ライス小を頼んだのでスープがついてきました。唐揚げも美味しいです。ご飯が進みます。このきゅうりの丸漬けはミス魚さんの名物で、ビールとこのきゅうりを食べにだけ来るお客様もいらっしゃるほどだそうです。お醤油ベースのこのきゅうりさえあればご飯が何杯でも食べられそうです。少し固めに炊かれたご飯が私好みですごく美味しかったです。ミス魚さんは1973年から続く京都の老舗餃子屋さんではありますが、私が初めて来た7年前は京都の餃子好きなら知っているミスター餃子という感じのお店だったように思うのですが、あれよあれよと今や全国的有名店になられました。この日もお持ち帰り窓口には餃子焼きで10人前とか、餃子生で20人前とか、ひっきりなしにお持ち帰りのお客様がいらっしゃっていました。こうしてよく考えると、京都は宇都宮や浜松に負けないくらいの餃子激戦区かもしれません。餃子の王将さんをはじめ、このミスター餃子さんや歩兵さん、マルシン飯店さんなど全国的に有名な餃子屋さんがありますし、そうや京都餃子店巡りをマーコさんは食べ友チャンネルでまたやりたいなと思いました。食べることが好きで、お料理が好きで、調理師免許まで取ったのに、そういえば私は餃子を作ったことがありません。ぜひ今度挑戦してみたいと思います。すごいです。まだ4時にもなっていないのに餃子が売り切れたそうです。ミスター餃子さんはその日に作ったものだけを売られているので、餃子がなくなり次第終了なんです。なのでお店の閉店時間は夜の9時ですけど、どうしても餃子が食べたい場合は産地までに来はることをおすすめします。餃子完売の張り紙がされ、中で食べていはったお客様もどんどん帰っていかはります。この全国的有名店で従業員さんもたくさんいはる中、
最後の一人になるのは少し恥ずかしいなと思い、大急ぎでご飯を食べ始めています。一方、お店では予想を大幅に上回るスピードで餃子が完売したらしく、こんなに早く餃子がなくなるはずはないと、どこかに隠れてるんじゃないかと、みんなで一斉に捜索が始まっていました。それでもやっぱり餃子はなかったらしく、餃子売り切れの張り紙があっても、次々買いに来るお客様にすごく申し訳なさそうに断ってはりました。そして結局、最後の一人になってしまった私が、早く食べなきゃと焦って食べていると、ゆっくりしていってくださいね、どうでしたか、美味しかったですかと聞いて和ませてくれはりました。ごちそうさまでしたとお店を出ると、外は雨で、私は自転車で来ていたので、このまま雨宿りさせてもらおうと待っていると、お店の方が「いらん傘あるんで持って行ってくらはい」と次々と声をかけてくれはります。汗だくで一人現れた、こんなしがない私にも親切にしていただいて、餃子の美味しさ以上にオーナーさんはじめ従業員の皆さんの優しさに感動した、そんな今回の一人でマークさんでした。この後15分ほどで雨が上がり、家路に着きました。今回もマーコさんは食べとも、最後までご視聴ありがとうございました。